はい、こんばんは、タブランチでございます。えー、パソコンが、アップデートが始まってしまい、くるくるしたままさっぱり起動しません。ので、<laughs> 今日はスマホから直に YouTube アップしてますんで、えー、サムネとかね、えー、最後のあの、こちらどうぞみたいなのが、今んところできません。後でやりますけど。あー、イライラするな。 全然進まないけどまあいいかえー、今日は桑田佳祐さんのカバーをやってみましたけどもええー、一時ちょっと桑田さんをガッとやった時がありましてえー、まあその時もね今日やった曲が入ってるアルバムからなんですけども えーと1994年、えー、桑田さんの2枚目のソロアルバムの「孤独の太陽」というものすごいアルバムがあるんですけども、えー、このアルバム聴くまでねあの別にあのキレとかそういうんじゃなくてまあ好きでしたけどサザンとかね、まあ、そんなに聴いてなくって、えー、で桑田さんの印象としてはとにかくもう何て言うんですかね 陽気で楽しくて、そういうの好きだからいいんだけどっていうイメージだったんですけどこのもうなんかね本当とに何でしょうそこが知れない人だなとかいうかすごいなと単純にもすごいなと、えー、これも田村ランお兄ちゃんの声ん <laughs> 田村なんお兄ちゃんが「孤独の体」を買ってきて。 あの人のアンテナ巻いてどういうアンテナなんだろうか。すごいな。本当に感謝ですけどね。あれですよ。中渕さんとバチバチ、バチバチやった時ですよ。あの、桑田さんがね、すべての歌に懺悔しなっていう曲出して <laughs>。ほら俺のこと歌っているわ。こにやろう。つって、つよしさんが怒って。えー、中渕。 桑田を襲撃かみたいななんかそんなようなゴシップも飛んだりとかしてましたけどまあ結局そのあと剛さんがこれになったんでね、えー、なんかそんな感じで終わりましたけどはいまあ、その曲も入ってるんですけどえー、あとまあ、有名どころだとあの月、ね「月」ね「遠く遠く見え遠くなる」 えー、その曲とあの「月」って曲とから今日やった曲が「ジャーニー」でいいんだよね「ジャーニー」っていう曲でその「孤独の太陽」のアルバムの最後の曲なんですけどもこの年に、えー、桑田さんのお母様がね亡くなられてるんですよ。それでその「月」っていう歌とこの今日私がカバーした「ジャーニー」って曲がそのお母様にのことを書いたというかお、まあ、子様に捧げたというかそういう曲なんですね。 でね、あのー、このジャーニーって曲はあ、これノンフィクションなんですよ。まあだから要は、亡きお母様を思ってっていう曲ですけど、ノンフィクションの歌なのに、直接的な表現一つもないんですよ。これはすごいですね。えー、ノンフィクションしか書けない私として見れば、こんな歌詞いつか書いてみたい。本当にすごいですよ。 だから、その亡くなったお母様に捧げる曲っていうのを知らなくて聞いたら、どうなんだろうな。俺知ってて聞いてるからな。ちょっと印象も違うんでしょうけど、でも、うん。とにかくね、あの、私の印象としては、ものすごく愛に溢れてる曲だな、という印象ですね。 えー、だからまあその何、えー、亡くなったお母様への歌っていうことを認識して聴いたらまたなお一層っていう感じな曲だと思いますけどもね本当にあれですよえー、あの太陽のことを母と歌ってる一節があるんですけども、まあ、それももちろんこう何つうの比喩っていうんですかえー、なんですけどもおそのくらいですよあとはだからねお母ちゃんとか で出てくるわけでもないしなくなっちゃったとか出てくるわけでもないけどもうんすごいです本当に、えー、で原曲はククラシックギターがほんですにね。でまあそんな曲的には難しい曲ではない えー、ただ、イントロとか感想部分のね、だから、あのー、リードは挟まないで、こう、コード引きしながらちょっとリード入れて、で、できるかなと思ったんだけどね、A シャープと D シャープが出てきやがってね、これが、ん、なんとかうまいこといかねえと思ってやったんだけど、ちょっと厳しくてですね、えー、まあ、ちょっとリードを足しましたけどね、そこだけ。 それで、まあ、クラシックギター持ってないんでどうってやろうかなと思ったんですけどねあのあ、ー、ごでストロークしながら歌歌ってでこれ歌すごい大事なんでねちょっとあの歌に専念したいなというか歌に集中したいなと思ったんで、えー、簡単なコード弾きで歌を歌ってそれでまあ暗でアルピジオをし,してるのかな、えー、ところをセミアコのまあちょっとクリーンサウンドというか 的な音で入れてあとね、えー、この曲「紺」がなってるんですよ。もうこれでねまあもともとのきっかけはなんかコンがのいい曲ないかなと思ってなんかなかったかな,ーなと思ってたらこれを思い出したんですよね。はいえー、まあいい曲ですよもう歌ってて泣きそうになったこれ。はい、あのサビのとこでねあの原坊さんですか原優子さん奥さんのね あの刃文がまたいい刃文が入るんですわこれが。はい、あの今日はなん、えー、タムの人でしょうか <laughs> タムランチ何号だかわかりませんけどタムランチ何号かがそれをはいになってますけど今日なんタムだええー、アコギボーカルセミアコアルペジオまあリードそれからハモをねハモを。 入れ忘れてというかあのセミアコ弾いた時にハモを歌うのを忘れて取っちゃったからハモだけ入れて4タムで今が5タム今日5タムで、えー、動画上は2タムでた,たまに3号が出てきます2度弾いてる3号が、はい、そんな感じの構成でやってみましたけども えー、ままあ、本当にいい曲ですよ。でこのアルバムの中の曲は何やったかな「えー、マンガ・ドリーム」っていうねもうギターのストローくがものすごいかっこいいやつおあの一番最初の曲アルバムのと「えー、月と」と、えー「真夜中のダンディ」と3曲だったかなこれ4曲目かな、えー、まだねあるんですよ。 あのこの曲はもう全部やってもいいぐらいあのこのアルバムはあーもう秀逸な曲ばっか入ってるんですよねあの今おと,ともさんになってもらってる、えっと、トミーさんね一、えー、のいい感じの弾き語りされる方ですけども確かトミーさんも私の「真夜中のダンディ」に初めてコメントくれたような気がしますね、えー いくつかなんかその「真夜中のダンのカバー見てきましたけどみたいな感じで「よかったです」みたいなコメントをだいてそこからおとともさんにならせていただきましたけどそんなおとともさんができるきっかけにもなってますしねええまあ桑田さんやるとしたら私孤独の太陽の中からしかできませんけれども今のところねええまああの興味ある方はぜひあの桑田佳祐さん いいなと思ってる方で孤独の太陽というアルバムを聴いたことない方はぜひこれは聴いてみてもらいたいアルバムですね。本当に素晴らしいですよ。はい。ということで、えー、っと、<laughs> パソコン画面が暗くなってる。どうなってるんでしょうか、えー。このくっちゃべりもスマホから直に YouTube に上げるかもしれないので、えー、サムネがなんか変な目つぶってるとこかもしれませんけど。はい、こ,れこれもちょっと すぐけつけけらられないからつけませんけど、えー、桑田佳祐さんのカバーも、えー、再生リストからで作ってありますんで、はい、その辺も見ていただければと思いますがということで今日は、えー、桑田佳祐さんの、えー「孤独の太陽」というアルバムに入っているそのアルバムのラストの曲「ジャーニーという、えー、お母様に捧げた曲 本当に愛に溢れてるいい曲だと思いますんで、ぜひご覧になっていただければと思います。ということで、タムランチでございました。早くパソコン回復しないかな。ということで、今日はこの辺で。おやすみなさい。